ついに戦闘飯盒を買うことができました。楽天で、なんと3980円で購入できました。今までの戦闘飯盒だと8000円から1万2000円ぐらいが相場だったと思います。それがなんと3980円です。いや、正確には猿の場合だと少し前に楽天で買ったものがあったせいか、1000円オフクーポンのせいで2980円でした。もはや革命です。作ったのは、富士見産業株式会社、フィールドトゥーサミットの名前で知られるアウトドアブランドです。フィールドトゥーサミットは、岡山県にある富士見産業株式会社が展開するアウトドアブランドです。猿が、私の解説と全く関係なく、肉まんを食べています。どうか、お許しください。寒くなると食べたくなる中華まんですが、特に猿が好きなのは、井村屋の肉まんです。肉まんは、電子レンジで温めるよりも、たっぷりの水蒸気でふかす方が、確実にジューシーに仕上がります。やったことない人は、ぜひ試してください。まるで中華料理店のまんじゅうのように、ホックホクにできます。電子レンジ用の蒸し器も猿は持ってますが、仕上がり具合が、まるで違います。猿は今まで、これを、ワークマンの飯盒でやってました。井村屋の肉まんは直径8センチほどなので、ワークマンのミニ飯盒の本体部分にギリギリ収まります。ただし残念なことに、ワークマンのミニ飯盒だと、中この上は狭いため、肉まんが入る高さがありません。したがって、本体部分でふかすことになり、他の調理を同時に楽しむには、メニューがかなり限られてました。そうそう、今回はシナリオがなく思いつきで展開中なので、見づらいと思いますが、本当にすみません。まあ見てやってください。それはともかく、富士見産業は、もともと自動車部品の下請けとして創業した会社ですが、何を思ったか、ある時から突如アウトドアレジャー市場に参入したようです。今では、会社の軸が、完全にアウトドア製品になっているという、超面白い会社です。富士見産業といえば、猿は、二次燃焼のフレームストーブで、初めて出会ってすっかりファンになりました。フレームストーブは週3以上の頻度で使い続けたので、半年ぐらいしたら内部の壁が錆びて、落ちてしまいました。故障してもなお、丸い筒型ストーブとして、未だに時々出番があるぐらい、使い勝手が良いサイズのストーブです。そうそう、猿は富士見産業の回し者ではないし、この動画は、プロモーションじゃないので、お間違いなく、猿が勝手に宣伝しています。それから、猿が先日購入したチタンシェラカップも、富士見産業でした。これはドンキで500円だったという、わけのわからない値段でしたが、立派に使えます。どう考えても500円はひどいと思いますが、これがキャンプブーム終焉の影響だったのかと、今更ながらしみじみ痛感しています。そして、最近購入したもので言えば、富士見産業の、薪キャリー。これがなんとも優秀な製品で、薪の買い出しにはなくてはならない一品となっています。薪を買うときって、皆さんはどうですか？店で買ったときにも、運びづらくないですか？薪の束が大きいので買い物かごに入りづらいし、入っても斜めになってハンドルの邪魔になったり、他の買い物と一緒にかごに入れるとトゲが刺さったり、車まで運んでも、床に置くと木くずが落ちて、掃除しても取りにくかったり、皆さん、経験ありませんか？そんなこんなで、それらをすべて解決してくれるのか、薪キャリーで、猿にとっては、神グッズなのです。脱線しすぎました。話を、飯盒に戻しましょう。ワークマン飯盒で水蒸気炊飯をするときは、すでに皆さんご存知の通り、0.5 合ぐらいしか炊けません。中子が小さくて、1合の米は入らないからです。それでも、糖質ダイエットに努めている猿にとっては、十分な量なのですが、ストレスなのは、炊き上がった後です。先日福さんも視聴者に勧められてやってましたが、下でレトルトカレーを湯煎した後、どこに盛り付けるか、です。猿の過去の動画では、当たり前のように、セリアのステンレスプレートを取り出してカレーを持ってましたが、あれは自宅だからできる準備です。少しでも荷物を減らしたい、汚れ物を減らしたい、そういう思いに駆られる。外飯では、飯盒の蓋や中子を皿代わりにするのが上等手段でしょう。ところが、ワークマン飯盒の蓋や中子に入れたカレーも米は、
厚くて素手では持てません。戦闘飯盒のようなとってもないし、マーグンテやミトンがあればどうにでもなるのですが、できれば、そうしたものを使わずに食べたいものです。この点も、後で登場するアーミークッカーは解決してくれるので、本当にありがたい飯盒だと思います。そうそう、バークマン飯盒をディスるつもりは、全くありません。総合的な評価をすれば、そもそもの値段が違うので、誰もが戦闘飯盒の方が使い勝手は良いと考えるでしょう。ただし、バークマン飯盒には、袋ラーメンが入るという非常に優れた長所があります。しかも、2袋がぴったり収まります。そして、見た目の可愛らしさも、バークマン飯盒は、戦闘飯盒よりも上だと確信しています。こうした点を踏まえれば、飯盒初心者は最初は安いワークマン製を買い、より本格的な飯盒に興味が湧けば、戦闘飯盒を買うのが、正しい順番だと思います。マーサルの勝手な解釈なので、このあたりは適当に聞き流してください。アーミークッカーを紹介する動画のくせに、長々とワークマン飯盒を紹介したのは、やはりそれだけワークマン飯盒に独特に魅力があるからです。ワークマンからミニ飯盒が出た時には、多くの人が、なぜ戦闘飯盒にしなかったのか、とに疑問を感じたようです。マーサルも気持ちはわかりますが、今は、ワークマンのミニ飯盒と、戦闘飯盒を、別物として、使い分けて愛用しています。